ストリートボールとは屋外のコートを使用し、簡略化されたルールの下でプレーされるバスケットボールの一種である。主に街中で行われることからこう呼ばれる。ストリートバスケット、ストリートバスケットボールとも呼ばれる。ロサンゼルスのベニスビーチでストリートボールに興じる人々一般的に公園に設置されたバスケットボールリングとコートを用いて行われる。 ポピュラーなバスケットボールとは異なり、5対5の形で行われない場合も多く、競技者の人数によって1音1、3音3などと呼ばれる。また、審判はいないことが多い。日本のストリートボールの大会は、3音3のハーフコートの形態で行われることが多く、3音3や 3X3 がストリートバスケそのものを指す単語として、しばしば用いられている。しかし、 この競技形態はあくまでも基本的な形であり、ストリートボールそのものに公式ルールは存在しない。通常のオールコートを用いて行う形態もあり、単に外で行われるバスケがストリートボールであるという定義もできる。実際にアメリカではオールコートのストリートボールリーグも存在する。アメリカでは公園などにストリートボールのコートが多く設置されており、近年は バスケットボールブランドのアンドイチが立ち上げたアンドイチミックステープツアーも人気を博している。また、ストリートボールから NBA チームと契約に至る選手もいる。ストリートボールはイベントとして開催される際には DJ がヒップホップなどの音楽をかけ MC が常に選手を生やし立てたり時には観客にゲームの進行やルールを解説しながら試合が展開していく。 単純な勝ち負けではなく、一応 N1 を強調するなど、試合の見せどころや選手自身の楽しみどころに、こだわっていることが多い。サンオンさんは、後に、国際バスケットボール連盟を国際競技連盟に、3X3、FIBA33 の名で、ルール作成、実施され、ユースオリンピックバスケットボール競技に、2020年からは、夏季オリンピックバスケットボールの正式種目に、 採用されている。ストリートボールでは、試合の他に、フリースタイルを行うこともある。フリースタイルとは、ボールを自由に使ったパフォーマンスであり、主に、ヒップホップなどの音楽に合わせ、ブレイクダンスなどのダンスのステップも使って、ボールハンドリングの技術や見た目の格好良さを見せる。上記のストリートリーグだけでなく、様々な大会において、 試合の合間のパフォーマンスショーなどで行われている。ここ数年では、フリースタイルバタル日本一決定戦など、フリースタイルだけの独立した大会も見られる。こちらもストリートボールにおいて、重要な項目である。試合中、トリックというストリートボール独特のスキルを持って、相手を出し抜き以下にクールに得点まで持っていくのが、醍醐味となっている。ルール上、トラベリングや、 ダブルドリブルなどトリックとして普通のバスケットボールのルールとは一線を置くところもあるが通常のバスケットボールのルール上でも使用できるトリックもある。日本では代々木公園のバスケットコートにおいて不定期でオールデーという合音後の大会が行われている。日本ではまだ馴染みの薄いスポーツであるが BJ リーグにおいても青木公平などストリートボール出身選手が契約に至る例も 存在する。2005年11月より2010年秋まで、ハーフコートの 3ON3 ルールでのストリートボールリーグレジェンドが開催され、2回の全国ツアーを行い、ストリートボール普及活動が行われた。また、アンドイチミックステープツアーもジャパンツアーが開催され、2007年は BJ リーグから選抜チームも参加した。さらに2007年12月、 レジェンドの開催にも携わり、BJ リーグ、東京アパッチの青木公平が所属していた、プロストリートボールクルーの、ファーイーストボーラーズが主催した、二つ目の、ストリートボールリーグサムワシティが開幕。サムワシティは、古くから、日本のストリートボールシーンを支えたチーム S をはじめ、チームごとに勝敗を競う形態をとっており、試合は、ハーフコートの 3ON3 で行われる。 2008年1月の段階では、主にクラブを使い、入場料を取って開催されている。その後、2010年にレジェンドが終了。その流れを組む新リーグ、フーパーズが2011年に開幕。国内最高峰のストリートボーラーを集め、個人最強を決めるという、レジェンド時代の画期的なリーグ形式を踏襲し、さらに演出面を強化し、エンターテイメント性を。 追求している。またエキシビションゲームでは、上記の青木公平や、波里聖、堤見啓志郎、安倍智和など、リーグの垣根を越えた選手を招きゲームを行っている。ありがとうございます。